北海道森林管理局プレゼンツ日本の山盛り上げ隊。どうも、有野町公認キャラの林凛子です。この動画は職員の特技を生かして日本の森林、林業、木材産業を盛り上げていこうという企画です。この度、職員の中に自然と子供が大好きな子ぼんのリーフアーティストがいるとの情報を得ました。なんでも子供たちに楽しく森や木の不思議を伝えることを生きがいにしているとのこと。その正体を探るべく、子供の姿で潜入してみたいと思います。変身おりんこです。それでは、行ってきまーす。やってきました、北海道森林管理局。あれ、あそこで何か知る人がいるよ。こんにちは。私は、リーフアーティストで自然観察指導員のうけさんと言います。はじめまして、私は林凛子です。何してるんですか？はい、今私がやっているのはリーフアートというもので、葉っぱの裏に下絵を描いて、こういったデザインカッターで切っていく、そういったことをやります。今までこんな作品を作ってきたんだよ。わあ、すごい。あ、私もいる。それから私は自然観察指導員として町の中にある公園や近くの森の中でそこに住んでいる動物や植物の面白さをみんなに伝える活動もしています。へえ、楽しそう。うけさんは森や木のことをたくさん知ってるんですね。私にも木の面白い話を教えてください。いいよ。それじゃあ今日は実験もしながら木の凄さについてお話しするね。それではりんこちゃんに質問です。世界で一番背高の尾っぽの木の高さはどのくらいでしょうか？50メーターくらいかな。50メートルでもかなり大きいよね。でも世界にはなんと115メートルの高さの木があるんだよ。すごい！高い！アメリカのセコイアという名前の木なんだ。さて、ここから木の凄さの話になるよ。木も生き物だよね。ということは、生きていくためには水が必要です。木はどこから水を吸い込んでいるのでしょうか？はい、根っこです。そうだね。土の中に含まれている水を根っこから吸い込んでいます。それでは、吸い込んだ水はどうなるのでしょうか？体に蓄えてるのかな？うん。確かに、吸い込んだ水の一部は体に蓄えています。でも、吸い込んだ水を全部蓄えていたら、ブク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 水ぶくれになっちゃうよね。人間だって飲んだ水を外に出しているよね。それでは、木はどこから水を外に出しているのでしょうか？葉っぱかな？そうだね、葉っぱです。木は根っこから吸い込んだ水を葉っぱの気孔という小さな穴から外に出しています。難しい言葉で蒸散というよ。蒸散？そう。そして木には根っこから葉っぱまで水の通り道になっている細長いストローがたくさんあるんだよ。それを導管と呼んでいます。じゃあストローで根っこから葉っぱまで水を吸い上げてるんだね。ところがそう簡単でもないんだ。さあ、ここから実験だ。盛り上げたい。それでは人がストローでどこまで水を吸い上げられるのか実験してみよう。ここ北海道森林管理局のホールは3階の吹き抜けまで約8メートルの高さがあります。うちの職場の元気な若手職員市川くんに実験を手伝ってもらうよ。市川くん。どうも、市川です。さあ、頑張ってそこまで水を吸い上げてください。それでは実験スタートだ。頑張れー、頑張れ、頑張れ。頑張れ頑張れー。あー残念。もう無理です。市川くんよく頑張った、よく頑張ったぞ。お疲れ様です。市川くんの記録は6m40cmでした。実は水を吸い上げようとすると1気圧、つまりみんなが普段生活している空間の気圧だね。その1気圧で10メートルが理論上の限界値なんだよ。でも10メートルより高い木はたくさんあるよね。世界一の木の高さは100メートル以上だ。それじゃあどうして木はそんなに高い位置まで水を吸い上げることができるのでしょうか。木だけに気合い盛り上げたい。それではどうして木は100メートルの高さまで水を吸い上げることができるのかを解説するね。木が100メートル以上の高さまで水を吸い上げることができるのはいくつかの仕組みが組み合わさった結果なんだよ。まず1つ目は根圧です。これは土の中と根の中の浸透圧の差を利用しています。木はこの浸透圧を利用して土の中の水を根の中に吸い込んで、吸い込んだ水を下から押し上げているんです。このことを根圧と言います。続いて2つ目は蒸散です。さっきの実験の時にも説明したよね。葉っぱの気孔という小さな穴から水分を蒸発させて、上から水を引っ張り上げているんだよ。つまり葉っぱから水を引っ張り、根っこから水を押し上げる。葉っぱと根っこの共同作業だね。ただ、この共同作業だけでは、到底100メートルの高さにまで水は届きません。そこで重要になってくるのが、水の凝集力です。凝集力？水滴と水滴は、磁石のように、お互いに引き合おうとする力が強いという性質があります。木の中の導管と呼ばれる細長いストローの中で、根っこから葉っぱまで途切れることなく水がつながっていれば、ずっとくっついたまま離れなくなります。つまり木が赤ちゃんの時に根っこから葉っぱまで水がつながってさえいれば、水をつなげたまま少しずつ大きく育つことで100メートルを超す高さにまで成長できるんだよ。木のすごいところは、生きている100年、200年、1000年もの間、一度も休まず水を吸い上げ続けているということです。そうか。人間には絶対無理だよ。木は鉄人級の忍耐力を持ってるんだね。りんこちゃん、どうだった？木ってすごいでしょ？はい、ありがとうございます。木のすごさ、魅力を教えてくださいね。ところでウケさんはリーグアートを作ったり自然観察指導員してたりするけど、本職は？私ですか？実は私は北海道森林管理局計画課長をやっている佐野と申します。僕の上司です。まさかの幹